はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、診断の謎のあの診断あったじゃないですか。先日ニューステップ4デュエリストっていうなんかこのあのロイヤルストレートスラッシャーが表彰のやつね。はい、このパックで実はこのイントゥーズブレインズというこのカードにちょっと今回スポットライトを当てて、デッキご紹介していきたいと思ってまして、これどういうカードかっていうと、これ結構ね革命的な強さしてるんですよ。これ手札からモンスター一体効果を無効にしてまず特殊召喚しますと。はい、まあだから特殊召喚できるのそもそも強いですよね。でそのモンスターを含む自分のフィールドのモンスター素材としてリンク召喚できるよと。でそのリンク召喚は無効化されないし、リンク召喚成功時に魔王トラップモンスターの効果を発動できないって書いてあるんですよね。だからリンク召喚成功時に何か効果を発動するようなモンスターを出すときに相手に邪魔されないっていうことなんですよ。これで出せばこれがめっちゃ強くて、これ何が強いって言われてるかっていうと、あのね、まあリンク1またはリンク2のテーマを用意していて、リンク召喚成功時に効果が発動するようなテーマ、これが結構強いって言われてるんですよね。で、まあ、例えばマリンセスのシーエンジェルのなんかサーチ効果とか、あとプランキッズのサーチ効果とか、これ全部止められませんっていう話なんですけど、今回、何のデッキを組んできたかっていうとマダンですね。マダンっていうのはこのマックスの効果がめちゃくちゃぶっ壊れてて、この効果通ったらめっちゃ強いんですよ。これどういう効果してるかっていうと、このカードがリンク召喚に成功した場合に相手のフィールドのモンスターの数までデッキからマダン魔法トラップカードを手に加えるっていう効果か、相手のフィールドの魔法トラップカードの数まで、デッキからマダンモンスターを特殊召喚できるか、どっちか選べるという効果がありまして、これまあどっちも通るとありえない量のアドバンテージが稼げるんですけど、通んないと。まずそもそもこれ、しかもあのリンク召喚に成功した場合、これ相手のフィールドのモンスターの数とか参照するんで、高校でね、あの出していくことなんですけども、高校で妨害ないことあんまないから、まあ、例えば無限語法要とかね、あとそれからまあ、あの汎用妨害札、まあ、今で言うとスプライトレッドとか、そういうモンスターの効果で全部無効にされると、基本的には無効にされるんですけども、このイントゥーザブレインズで出していくと、このなんか、まあ、相手は魔法トラップモンスターの効果発動できないっていう制約があるから、これね絶対マックスの効果が通るんです。そうすると、なんか、ありえない量のマダンカードをサーチしたり、特殊化できたりするんで、これがめっちゃ強いということで、まあ、相性がいいと言われてます。だから、今回はね、一番相性がいいと思う、まあ、マダンデッキを使って、このイントゥーズブレインズをしていきたい。でね、マダンデッキってね、あのね、打点低いんだよね。課金モンスターの。一応、魔法トラップカード結構強くて、デスペラードっていう破壊するカード、それから効果を無効にするクロスドミネーター、魔法トラップカードを無効にするデッドマンズバースと、墓地からカードを除外するダンシングニードルみたいな感じで、バランスがよくね、いろんなところのカードをメタれるんですけども、まあ打点低いと。マックスも1000とかしかないということで、アタッカー枠として今回は、楽園融合を採用しています。まあ一応ね、展開力がマックスを使わないとないテーマなんですけども、イントゥーザブレインズのおかげで1体余分に出るんで、例えばアナコンダからね、あの楽園融合落として普通にミラージェード出したりとかっていう動きもできるんで、まあ割と悪くないかなっていう感じはしてますね。はい、アタッカー枠としてはまあここほんとなんでもいいんだけど、まあこいつらがあの光属性なんでアルビオン経由してミラージェード出せるんでね、はい、割とまあなしじゃないかなと思ってますね、基本的には。はい、というわけでね、早速このイントゥーザブレインズのパワー見せていきましょう。デュエルスタンバイ。おー、来たけど、ちょっとこれ、課金モンスターがね、来てくんないと、マダンの、イントゥーザ、マダンできないんですよね。これはスプライトだね。これ、うらら先打って、で、墓穴打たれて増税じゃない？これ、多分、こっちの方が強そうな気がする。でうらら打つで、これで何もなかったらもう即座に増地投げんだけどさ、一応レッド出てるかもしんないからね、まあ、このうらら、あー、うららに打ってくれたわ、ありがてえわ。うらら打つとこねえからな、ほとんど。もうもはやレッド持ってたら意味ねえから、でこれで通ってくれたらでかい、かなり。ここにうららって言われたらもうサレンダーだわ。よっしゃー、いやマジ、増地通ればなんとかなる、増地通ればなんとかなると思う、多分。いけ、よし、マジでね、これで気持ち、増地通んないと盤面が強くなるし、絶対返せないから、増地通すためにどうするかみたいな。あー、オッケーオッケー、イントゥーザブレンズできるの、俺イントゥーザブレンズはできる。このデッキさ、なんかウララとかではもう止まんないんだよね、基本的に。もう無理なんだよね、ウララ1枚程度では。
まあ、今相手なんか反応強かったら、でも反応強かったらあの墓穴がめると思うからあんま強くないかもしれないね。今のところでうらら投げるのは本当に墓穴打ってほしいだけなんだけどまあ今のは普通にがめられてレベル2特殊召喚からあの動かれるのが一番やばいですけど、まあ、一応持ってなかったからまあ結果的にはオーライだったけど、今のプレイングは正解だったかどうかは微妙だな。レッドは来てくれたからありがたいわ。レッドだったらいい、キャロットだったら終わってたけどレッドはいい。ですね、まずイントゥーザマダンして、これが強いですよね。でこれ多分今魔法トラップカード向こうは多分ないから、増獣は一応ケアできる。このデッキは本当に盤面が弱くないと返せない、マジで。イントゥーザブレインズ行こう。イントゥーザブレインズ、うわー、よし、増獣はないで、手札からマダンモンスター特殊召喚しながらそいつをリンクストアにできるという最強の効果で、このカードの効果でリンク召喚したモンスターの効果の発動に対して相手は何の効果もチェーンすることはできないため、これでマックスの効果が絶対に通る。いけマダンのシャッシュマックスで、マックスの効果発動、マックスの効果により相手のフィールドの、モンスターの数、どっちこれ、こっち、魔法トラップカードをサーチ。これによってまずレッドをしょんないといけないんで、デスペラード、そしてさらにデッキからカードを手札に加えていく。あのデッキはバーストの方がいいかな。デッドマンズバーストはな、魔法トラップ向こう構えた方がまあ良さそうで、あの着地狩りができるんで、アルバス君通るから多分。デスペラード打ってちょっと一回、モンスター効果向こううざいのでスプライトレッドを破壊する。でこの効果何かありますか、ない、 OK で、召喚権余ってるんでここでアルバスの楽園を召喚。これ召喚権余ってのでかいですよね。これこういうさ、後から引いたモンスターが手数になるんですよね。イントゥーザブレインズ打つとこれがでかい非常に。でギガンティックとアルバスでミラジェイド、オッケー、これがアタッカーです。一応あのマダンヌ君ね、あの打点めっちゃ低いんですよ全員アタッカー枠なんかいないといけなくてね。で今回は楽園融合とあれが入ってますね。これで相手の伏せ川は一応ケアはできてるんで、まあ、これでぶん殴るぶん殴る、一応着地狩りできるんで分裂するカードじゃなければ大丈夫。なんか着替えるでも一応大丈夫だし、うん大丈夫だね。ディーバでももう2枚使ってるから多分大丈夫。何あと入ってるかって感じなんだけど、緊急テレポートスターターガードって言ったらいいか、まあ、スターターとかも打ってると思うからさっき、なんでこれでいいですね。これでいいでしょう。ギガンティックスプライトを墓穴で無効にできるのでかいなこれもう万が一だけどね。さあかかってこい、着替えるか、 OK 着替えるはいや大丈夫大丈夫大丈夫。あれはもうちゃ召喚を成功時に変える墓地を送るだけだから、ここで着替えるを除外してあげれば多分これが止まってくれるはず。スターターだけやばいけど、まあ、スターターも実質、デッドワンズバーストでケアできてるんで大丈夫ですね。二度と俺の前に現れるな。よしセット、よし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 よとマックスもう一回出しに行くのも全然あるな。ウサギ来た、オッケー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 。対スプライトにはね結構強いカード一応いくつか入ってますんでね、ウサギも結構入れました。今回とりあえずカスパール出しましょう。でカスパールの同じ縦列で打っていくのこっちでいいかな。まあどっちでもいいけど、まあ、とりあえずこれデビルズディールでいいや。デビルズディールでマダンのモンスター効果で破壊されないっていう効果を発動し、でカスパール効果で、デッキからマダンカードサーチしていく。あのデッキ結構ね、あの楽園融合で打て、あの楽園融合でミラジェットじゃなくて、あのあっちの方が強いかもしれない。ドラゴスタペリア、あのレベル1になるからあれあれフィードローモンスターのあのレベル1にできるからさ、もしかしたらスタペリアの方が強い説はある。
ヒンテレ、いやもう売っちゃっていいんじゃない、ヒンテレは。ヒンテレデッドアンズバーストで打って、で相手のもう1枚の伏せカードは、いや何でも大丈夫、墓地ねえもん、墓地リソースないから大丈夫だ、あの伏せカードは何もない、スターターでも大丈夫、ミラージェードがいる。デッドアンズバーストで緊急テレポートを向こう、よし、緊急テレポートここで打ってくるってことは、でもあれモンスターじゃねえな、あれ手札、まあ、バトルフェーズ続行、おっしゃ、スプライト、スプライト処したぞ、でかすぎる、あまりにも。ちなみにこの試合の前に3回くらいもうスプライトに負けてんだけどね。あー普通に楽印ムーブしないといけないやつ来た、これ。先行の場合はまだあんまやることない、マックス出しても意味ないんで、相手のフィールド上にカードがないから、なんで基本的には楽印融合を引く感じになりますね、基本的には。はい、ここがまた難しいところだよな。なんかインテザブレインズは、まあ、強いんだけど、なんか言うてね、あれなんだよね、先行で使うカードじゃあんまないみたいな感じなんだよね。無限ホイール、はいどうぞ。まあどっちでもまあいいや、どっちでもいいが、あそっちか、なるほど。まあ魔法トラップなかったんで、これどうなんだろうな。ミラジードを着地しワンキルするデッキやったらこのミラジードに打ってばいいみたいな話もあるんだけど、まあでもどっちにしてもだな。はい、これマダンモンスターってフィールドにいると手札からまだ打てるんですよ。だから無限保有あったらマダンに打つと手札のあのカード全部腐らせることができるんですよ、基本的には。まあ今回ちょっとないですけどね、魔法トラップカードがマダンの、なんで無限保有をがめるっていう説もありますね、これね。一応でもまあ2体出てきたら意味ねえか、これそれはね、うらら、これはうらら、これはうららでいい。融合サーチはめちゃめんどくさい。でここに破壊を打たせよう、抹殺 OK、 了解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 しました、了解しました。そしたらですね、まあ増陣は通るでしょう、ほとんど。はい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 、 OK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  ってことは、まあ2枚ドローぐらいはできるね、基本的には。2枚ドローぐらいはできる。でミラジェイド VS ミラジェイドの盤面には多分ここからなるから、そうなってくると、あの手札切ってくればいいが、飛剣竜ミラジェイド打っていくしかねえよな、打っていくしかねえわ。でアルビオン墓地送って、ここは普通に楽印ムーブしますよね。めちゃくちゃ普通に楽印ムーブしてくさ。でマダンカードを増陣で引けばいいんだ、つまり。うん、マダンカードを増字で引いてデッドマンズバーストを融合系、ここで増殖する字ぶち込んでいく。これ融合から入るってことは、これ楽融合ねえな。はい、ほんで、はい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 、いいでしょう。エッジインプチェーンとデスピアンでマスカレイド OKオッケー、そんな強くないでしょ。じゃあでデスピアン効果召喚金を使ったからサーチしてくるのは、あドラマトゥルトゥルギア来た、ドラマトゥルトゥルギアバトルオッケー、了解しました、ありがとうございます。でエンド、よし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 、これはでかい、これはでかいぞ。相手あんま反応強くなかった、正解で、こう持ってきて、全然マダンムーブしなそうなんですよ、いいですか。あ、まあ、一応これであれか、スターから展開はできるけど、でもマダンカード来ないんだけど、マダンカード来ないんだけど、どうしたらいいですか。楽園融合打ったらマックス出ないんだよな、もうしょうがないかこれ。全然楽、マダンしないけどいい。まあね、こういう戦略も取れるっていうことですよね。でもね、はい、まあ一回楽園融合ぶち込んで、はいはい、でアルビオン出していく、手札引いちゃってるのか、弱いな。
皆さん、今完全に病み上がりで風邪ひいてたんで、僕鼻声なんでちょっと声が聞き取りにくかったらすいません。で、スター効果で、アルビオン効果いった。ちょっと著作権料徴収やめて、痛いから、非常に痛い、訴えるぞ相手取るぞ。アルビオンとラクイン、これがね結構ね対スプライトに対して結構強くて、もういいや、これ勝ちだ、こうかこうして、で違え、勝ちじゃねえ、これ守備表示だ、やべえ、ミスった、やっべ、意味わかんないと出しちゃったちょガバいなマジで。リンク先残しとかないと、このデッキあかんってあ、まあでも大丈夫か、ここでハカーナ打てるな、ここでハカーナ打てるから、あ、オッケー、マスカレード帰ってくる、でハカーナ打つ、こうだね、でこうだね、これで魔法トラップ持ってきたらいけんだ、さすがに。やっとマダムーブ入ったけど、ちょっとごめんなさい、この守備表示出てくるの忘れて、普通にワンキーだと思ってました、すいませんでしたまだガバいです、スプリングが。でカスパール効果で、デッキからマダンカード持ってくるので、これデッドマンズバーストが一番強い。あのデッキはまあ楽園融合と赤の楽園があるんで、それ止めればまあ大体勝てるでしょ多分。はい、で、はい、普通に計算ミスりましたが、まあ、これでエンドですね。まあ、この絶対このエクストラモンスターゾーンに出さないでください。マダンデッキは。マックスが出なくなっちゃうんで。うん。展開が、マックスじゃなくてミニマムになっちゃうんでね。スプリガンズキットは無効。ドラゴンスタフェリア効果発動。相手のスプリガンズキットの効果を無効にし、レベルを1にしていくぜ。これがね、マジでスプライト刺さるんですよ。なんか1になるから展開できないみたいなね。いやマジでドラゴンスプレー強い今。よし、オッケー、対戦ありました。イントゥーザブレインズは来てるから、まあ割とね、これ魔法トラップカードの無効がなければね強いんですよね、かなり。 あとこれあれだな、デスペラード打ってから普通に展開できるから強いかもしれないね。マダン打って、でデスペラード打って、で相手の展開を使わして、相手妨害札使わしてからインテスブレインってできるんで、その前に俺のターンあるかどうか怪しくなってきたなその動きは俺のターンがあるかどうか怪しいぞ。今んところ何してくるか分かんねえな。王立魔法図書館何地獄の暴走召喚だねー。これもしかして王立魔法図書館3体出てくるやつ図書館3つ建造してるぞ相手。ちょ、わかんねえ、何が起きるこれ。ちょ、ガチでわからん、何が起きるんだろう。ベーサルローズシュート、はあ。で、シンクロ召喚で、なんだこれ、エンシェントプレイで出すのか、パワーツール、え、そっち、勇気と力ドッキングしていく。はい、なるほど、勇気と力ドッキングして、これ何サーチするやつか。一角獣の本、一角獣の本、一角獣の本、え、そんなことある一角獣の本ってスカルデッド、はあ、スカルデッド効果、あ、リーブベアリー、え、そいつは装備カードを墓地送ると500ライフポイントのダメージを与えるという効果、何、威嚇獣の方の効果は、あ、デッキトップ戻る、はあ、え、あれあれ、これ無限レイプしてないあれあれ、これ無限レイプしてない、威嚇獣の方装備する、なるほど、でリーフフェアリーに装備して、でリーフフェアリーに装備したのを送って500ダメージ与えて、一角獣の方でデッキトップに戻る、で図書館が1枚ドローできる、で装備する、やばい、終わってる、無限ループ始まった、終わりの始まりやこれ、クソ
ソヤバ激ヤバ感もすぎてこれ激ヤバリーフフェアリーワンキル来た。まずい、俺のライフはもう残り500しかねえ。なんでこのカード禁止じゃねえんだ助けてくれ。うわー